は、ハートメンタルケアの田中です。当施設にいらっしゃるクライアントさんの中には、病院にも通ってらっしゃる方がいらっしゃいます。病院で薬物療法を受けながら、当施設でメンタルケアを行っているというクライアントさんも非常に多いわけなんですけれども、まあ、よく聞かれるのがですね、どういう病院、あるいはクリニックを選んだらいいんでしょうかっていうふうにクライアントさんにね聞かれる場合があるんですけれども、非常にねこれまあ単純にこうですって答えるのは非常に難しいんですけれども、まあ一つにはやはりその先生との相性というのもあると思いますよね。やっぱりこの精神面でかかる病院の、まあ、先生とのこの相性というか、やはりその気持ちの部分ですよね。もう全くその気を使ってくれなかったり、言いたいことを言うようなその上から目線で言うような先生とはなかなかねやっぱりこう、付き合いづらいでしょうし、うん、病院というのは基本的にそのカウンセリングをじっくり時間をかけてしてくれる施設ではないので、基本は薬物療法なので、どういった薬を処方するかというところをメインに、まあ、問診を行うわけですから、長い時間カウンセリングを行うというのは、まあ、基本ねどこの病院やクリニック行っても基本はそれを望んでもないです。それはないんですけれども、ただまあ本当に数少ない会話の中でもあまりねこう上から目線でこう押し付けてくるような先生だとか、そういった先生はね、まあ、できるだけ、まあ、お話をしていても嫌な思いをするでしょうし、そういう先生とはね、できるだけ交わらない方がいいというか、まあ、もしね、そういう先生に当たってしまったら、もう変えるしかないですよね。うん、残念ながら、それはね、先生の方が変わってくれるということはないので、自分で他の医療機関に移るなり、ということをやって、しかまあないわけですよね。あともう一つのポイントはその薬物療法についてなんですけれども、お薬をですね本当に大量に出す先生も中にはいらっしゃいます。患者さんがいろいろな症状をね、まあ、言うわけなので、まあそれに一つ一つお薬を出していたらものすごく薬の量が増えてしまうというふうになってしまうことがやっぱりあるわけなんですね。なので例えばね、抗うつ剤にしてももう2種類も3種類も処方してる先生がいらっしゃるんですよ。基本は1種類でいいんです。1種類でいいんですが、その抗うつ剤を何種類かこう出してしまってるとかというケースもやはりありますね。安定剤にしてもそうです。もう何種類の安定剤もこう出して処方されているというケースもあります。それはね、基本的にやはり何か体に症状が出た時にどの薬がどういう作用をしているのかっていうのが多分その先生自体もわからないはずなんですよね。なのでどの薬が悪さをしているかっていうのが特定できないので、まあできるだけねやはりうつなのであれば抗うつ剤が1種類と抗不安薬が1種類、まあ眠れないのであればその睡眠関係の薬を1種類と、まあ多くて3種類というのがまあ、ベストな処方だと思います。それがねもう本当に、まあ、うちにいらっしゃるクライアントさんの中で言うとね、そういう例を出すと10種類とか15種類とか飲んでる人もいるんですよね。中にはちょっとびっくりするぐらいのいろんな種類のお薬を飲んでらっしゃる、まあ、精神科領域で例えば6種類7種類出てて、その他の領域からもこう出てで十何種類ということなんですけれども、まあそれにしてもねその精神科領域だけで6種類7種類、お薬を処方してしまうというのはちょっとこれは問題ではないかなというふうに思います。それによってねやはりその薬を飲みすぎていて、その薬のせいで具合が悪くなってしまっている可能性もやはり中にはあるわけですよね。その病気の症状で具合が悪いのか、薬の副作用で具合が悪いのか、もう先生が見ても多分わからない状態になってらっしゃる方も多いんですよね。ですからやはりね、そういった薬の出し方なんかも、
一つのポイントになるのではないかなというふうに思います。病院の先生との相性、そしてお薬の使い方、処方の仕方というのをまずポイントにしてみるといいのではないかなというふうに思います。ということで、病院選びというのも、非常に難しいですよね。今本当にメンタル系の、病院クリニックは非常に、患者さんがすごく多くなっていて、なかなかその初診を取るのも難しい、もう1ヶ月待ち2ヶ月待ちという場合が結構あるんですね。ですから、調子が悪い方はですね、もう本当にあまり我慢せず、できるだけ早めに問い合わせてみるということをしてみた方がいいと思います。で、薬物療法はね、前にも申し上げたように、お薬の成分で症状をコントロールしていこうという治療法なんですね。それと合わせて、当施設で行っているのはメンタルそのものを変えていきましょうというメンタルケアの心理療法の一つのケアの方法となります。薬物療法ももちろん、症状をコントロールするという意味においては非常に大事で、それがうまくいけば生活は非常にしやすくなります。短期間の間に非常に生活がしやすい状態に持っていくことができるので、それはそれですごくいいことなんですけれども、ただお薬でただ抑え込んでるだけだと、お薬を減薬して断薬するとなると、また元の状態に戻ってしまう可能性があるので、やはり薬物療法と合わせて、そのメンタルそのもの、物事の捉え方や感じ方、考え方という部分はお薬では治せないので、そういった部分はやはり合わせて心理療法を行って治していくことによって、いずれお薬を減薬断薬してもメンタルそのものが変わってきていれば元に戻ってしまうという確率は非常に抑えることはできます。なので心理療法も合わせて行っていくということが非常に重要になってくるのではないかというふうに思います。はい、それでは今日はこの辺で失礼します。